とあるパジャマの宣伝写真が不穏すぎる。ガーゼのパジャマが欲しいなと思って検索したけど、商品写真が不穏すぎてびっくりした。まあ、それがこちらでして、おじいさんがパジャマを着て、新聞片手に森の中をさまよってる。写真なんですけど、まあ、ちょっとゾワゾワするというか。でですね、このパジャマを作ったパジャマ屋というお店がですね、ページをご覧くださりありがとうございます。決して不穏ではありません。高原のすがすがしい朝、広いお庭にあるポストに新聞を取りに行き、これから奥様と自家製の野菜が並ぶ食卓で、今日はどこへ行こうか、なんて楽しい会話が弾むという体でご覧くださいという。なんかまあ公式の回答なんですけれども、まあ、正直あの写真を見ると、新聞片手にパジャマ姿のまま家から出ちゃって森の中を徘徊しているおじいちゃんにしか見えなかったという紹介でした。庭広すぎん。